おい、はい、何で呼んだか分かる？いや、ちょっと分かんないですね。言ってやろうか。バカロ仕返しじゃということで、今まで当事チャンネル俺バカロされてきたよね。でいつもコメントでやり返せやり返せって、俺も人の心があるし返したから、男がやり返したのは違うなと思ってたわけですよ。でも最近になっては寿司、寿司そうとか卓球とかバカロショックとか、もう我慢できないっす。シンプルに男女平等やん。いやでもちょっとかわいそうっすかね。誰がだよ、陽子さんが、うん、ということで俺は一回もね暴露してきてないからネタはめちゃめちゃあると。あるんですね。あるよこれだけあるみたいなそうお前は陽子の味方スタンスやめてください今すぐ。いやいや、なんかベンさんは暴露される内容があるからしょうがないじゃないですか。まさか陽子さんもそういう秘密があると思う。あるよ。ということで今日2時間後ぐらいに事務所に一緒に行く予定があるんで、多分家かカフェに今いると思うんで、早速ね電話していこうか。ベンさんが電話で呼び出すって今までありましたか？記憶にはない。ないっすよ。うん。史上初だね。初かもしれない。ね。なんだよ。シェルロンや。的確すぎた。こんな感じで電話してきます。横ベビー運命の人電話してきます。ディスティニー。なんて言いました？ディスティニー。ディスティニー。あ、運命の人。いや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 。いや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 。何？今どこ？家やで。家？うん。ちょっとさ、住所送るからさ、来てくんない？何？パドゥン？何？住所送るから来いやつってんだよ。おい。分かった。お素直かお前。おい。おいおいおいとかねえのかよ。おい、遅えよ。遅えんだよ。とりあえず来いよ。あと何分で来れる？場所わかんねえか。わかんない。うん。この後事務所行くでしょ？行くけど来いよ早く。とりあえず送るわもうすぐに。分かったよ。すぐ来いよ。うん。じゃあな。バイバイ。呼び出した。でもなんかあいつ肝座ってたな。肝座ってますね。うん。あ、そういうことねみたいな普通もっとビビらん？確かに初めてだよ俺。そうっすね。いつも人の逆を行けばなんかおもろいと思ってるあいつまあそんな感じで多分さすがに30分1時間以内には来ると思うから、はい、待っていきましょう、はい、それでいきます。レッツプッチンプリンそっちなんだ。そっちだ絶対野球系だと思ったトイズチャンネルめっちゃ平等っすね。頭憧れだからね北海道のこやみたいなぐるぐる分かる人とかぐるぐる回ってからああいうのからガチな昭和からありそうなとこ行ったんだけど、なんか10分ぐらいでこれ仕上げた。いつもこんな暇なんだ。そうですよ。だからこんなコントしてるんですよ。待って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 、あらんかお前びっくりさせようとしたのに。いや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 。ということで見りゃわかるでしょ。角刈りちげえだろ考えりゃわかるでしょって。この公園グローブ何レンガジャンポケ大谷似てる公園ちげえよここでだけ似てるのかよ俺あの時はまだよく喋んな。隠し子じゃありませんでしたね。そうやなお前らのせいでなおかしいよ。毎日 DM で隠し子おい隠し子たまに死ね隠し子とか来るから俺あ、それは誹謗中傷よくないよ。ということで本日ね暴露って思ってるやん、キャッチボールです。やったー疑えすぐ疑えリアルな話するとキャッチボールするためにさ呼んだらさもう暴露っぽくなると思って、まあ、暴露って思われてもいいやで普通にキャッチボールしようかなっていう。どっちかから褒めた方がおもろいと思うお互い。まあ褒めた方がいいですね。オッケーじゃあ褒め合おうか。やるかな。まあちょっとさ暴露出んのにねおかしいって。本当にキャッチボールね。本当にキャッチボールだよ。もうだって野球の帽子ですもんね。確かに。これチーム知ってる？ニューヨークヤンキース。お、すげえ。この帽子頭長く見えるからね。嫌やね。じゃあ被んな。え、試着したんだけど。もうやっていいっすか？タイトルはサブチャンネルで彼女に暴露すると見せかけて普通にキャッチボールってバドミントンみたいな。普通のり。なんか全然普通に来ちゃったら。まあいいや。とりあえず普通にサブだからゆるく。え、私素手？素手。くださいな。あ、欲しいの。うん。ちょっとグローブ借りていい？グローブじゃねえよ。誰がキャッチャーミットだお前。あったあった。トイズチャンネル。ということでやっていきます。最初は褒め合わずに普通に肩慣らし。終わった。京子うますぎる。うまいんすよね。俺よりうまいやん。もう冒頭投げるっていうボケすらしなくなった。間違いない。じゃあいいこと言い合ってこっか。はい。いくぞ。はい。自分で彼氏を角刈りにしたくせに友達に。彼氏が角刈り嫌だって言ってんの知ってんぞ。角刈りになってから自信なくして夜全然誘ってこなくなったよな。おいどうなってる？おめえをって企画でしょ。あ違う、俺がかましたの。レンさんはなんて言ったんですか？俺は自分が彼氏を角刈りにしたくせに友達に彼氏が角刈り嫌だって言ってんの知ってんぞって。で陽子さんが角刈りになってから自信なくして夜全然誘ってこなくなったよな。オーバーキル。お前も言わせんな。えこれ褒める企画ですよね。褒めるんだよ。褒めるんだよ逆に。でもお前が先は怖いから俺先に投げていい？いいよ。褒めたな。褒めたんだよね今。褒めた。あんま触ってこない性欲があんまりガツガツしてないいい彼氏って言え。じゃあ頼むよ本当。もうじゃあ友達には角刈り恥ずかしいって言わない。絶対言うなよ。やっほー。こんにちは。ね脅迫するのやめて。してねえよ。挨拶だよ。おい。今の脅迫だったよな完全に。聞こえたか？ヤッホーだぞ。ヤッホーってその見た目で言ったら脅迫罪に問われます。確かにヤッホーって言ったのにこんにちはって言われた。俺がゲームセンターでプレゼントしてあげたポケモンのぬいぐるみクローゼットにしまってんの知ってんぞ。私が誕生日にあげた10万円のバッグ酔いつぶれて5日でなくしたのバレてんぞ。何よ何よこっち来んなっていちいち今褒め合おうっていう企画じゃん。カウンターが強すぎる。今なんて言ったんですか姉さん。ポケモンのぬいぐるみ欲しがってたからゲームセンターで取ってあげたの。それがクローゼット開けたら奥にいた。あもうしまわれてると。そうせっかく取ったのが。そう辛いですね。そう辛い。確かに確かに。で陽子さんが誕生日にあげた10万円のバッグ酔いつぶれて5日でなくされた。CUT カット。リザードンは別に出そうと思えば出せるってことですね。元に戻って出そうと思えば出せる。バックは元に出そうと思えば出せる。バック、うん、数時間頑張ってもらったら。でももう売ってないかもしれない。じゃあ数時間待ってみたー。やめろよ。殺すな俺を。頼むよ。まず一回整理していいか、はい、俺がさ褒めてないじゃん。うん、うん、したらさなんでってなってよ。いや用意してたかのようにさ強いの組んでやめて、ね、なんか出てきちゃう、うん、80キロで投げてんのにお前150で投げ返すな。レンさんが褒めたら陽子さんを褒めるんじゃないですか。レンさんが悪口言った時に陽子さんも悪口言うんじゃないですか。なんかやっぱ本能的にやられたらやり返すみたいな。ああじゃあ一回いいこと言ってみる。一回いいとこいいこと言ってみて。いいよ。全カップル YouTuber で一番顔が可愛い。どんな髪型も似合ってる。それそれそれグー。オッケーオッケーオッケー。いきますよ。さっきの感じで来てね。オッケーよ。お前ファン思いぶってんのに DM 全然返さないよな。この前北海道旅行行った時私たちに気づいてくれそうな人に対して人の顔ジロジロ見てんじゃねえよ小僧ってブチ切れたよな。待ってこいつ悪い男っすよ。リスナーさんにもおい言い方が悪い。それ俺がさなんかさてめえなんだこの野郎って言ってるみたいになってるやん。でもめっちゃもうこの人相でてめえこの野郎人の顔ジロジロ見てんじゃねえよこのてめえこの野郎はなってない。リアルどんな感じですか。リアルは北海道のジンギスカン食いに行って近くの席にいた人が俺が来た時にさこうならわかるよこうやって、はい、でもしかも見方がなんて言うんだろう、表現できないけど失礼な見方だったのよ。 YouTuber も人やん、これ YouTuber 全員わかると思うけど、 YouTuber も人なのに人として扱われてないような、もう見るのが当たり前、こうやって、うん、であいつ YouTuber だみたいな。それに対してレンが、うん、って言ってた。言ってねえよ今何も今言ってねえよ何も。それで俺がその子にも言ってないよ、揉め事になっちゃうじゃん YouTuber として、はい、だからまあ聞こえる声で「なんなの小僧ジョロジョロ見やがって」とは言った。だからそれが恐喝だって言って、恐喝じゃないってお前子供のネタ引きずんだよおいもういねえよちなみに陽子さんは何でしたっけ？パン思いぶってるのに DM 全然返さないようになって。それはどうなんですか？これはですね、まあ DM 一人で返しちゃうとみんなに返さなくなきゃいけなくなっちゃうじゃん、はい、それだと大変だし、やっぱ誰かに返して誰かに返さないっていうのは不平等になるので返してません。うん、負けた俺の負け、ゲームオーバー。でもメンションはしてくれたら返してますうん、なんかいいやつそう。ゲームもちゃんと読んでるんですよね？読んでます。うん、不平等になんないようにね。えい俺の負けもう無理じゃあ帰る？帰らねえよコタお前なんか言った？言ってないっすよ、言ってないです、本当に言ってないです。これ疑われそうですけど、おかしいっすよ、なんか言ってないっすよ何も聞いてないんですよ。だってそもそもさっき合理した時にこの企画したんですよ俺俺高速球投げるぞ次は。角刈り整えないよ。いやいや違うんだよ紛らわしいな、そんな整え方しねえよ紛らわしい。歯ブラシかこれは磨くんかこうやってよくやってるじゃん。やってねえよ先月マネージャーとの打ち合わせ、友達の結婚式って言って来なかったけど本当は他の男に会いに行ったよなでもお前その日一人でキャバクラ行ったらしいな7人。ごめんしかもその後3時間延長したの知ってんぞどっから知ってんの？キャバクラ行ったのはマネージャーやん、どっから聞いたん？関さんなんで知ってんの？3時間。あ、行ったわ俺、終わった待ってもうでもそれってレンさんさっきなんて言いました？だからこの前打ち合わせさ俺とコータ行ったやん、はい、こいつ来なかった理由、友達の結婚式ってさマネージャーに嘘ついてたやん、はい、それを、まあ、マネージャーも見てるし視聴者にも嘘つきだぜって言いたくて他の男と福岡に行ったよな最近。いやそれはKis-My-Ft2 の二階堂くんに会いに行っただけで、別にキャバクラに行って女の子となんかわしゃ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 とかやってるとかではないわしゃわしゃってやっぱ歯ブラシだな俺でもそのアイドルっていうのは知ってたってことですか？俺はいまあ知ってたよ。だからその他の男がアイドルじゃなかったらレンさんがキャバクラ行くはなんかイーブンな感じするんですけど、うん、アイドルって知ってたんですね。うんでキャバクラ行っちゃったんですね。うんおえよ追ってこいよどこ行ったんだよ。何？お前床屋を見んじゃねえよ。床屋のなんで床屋があんだよあそこによなんで床屋があんだよ。床屋に行こうとしてんのかと思った。してねえよ。トイズチャンネルお前天才だな。よく俺がなんか悪口言ってさ、うん、同じリズムで暴露が出てくんなとか言ってどうなってんの？言われたら言い返そうと思ってなんかかっけえな。便利よ。ボールで球を投げるために彼女の隠し事を暴露してみたと思いきや、なんと言い返されてしまったみたいだ帰る帰らせて。気をつけけて帰って。今日ちなみに車じゃあ一緒に乗っていい？いいんかい。